よいしょ。さて、今日は何のお話をしていきましょうかね。そういえばね、なんか今日はメールでさ、あんま普段着ない私服着たって言って、みんなが見れるの楽しみってめっちゃ言ってたけど、あの普段全然着ないだけでみんなには見せたことあるやつだから、なんかすげえ申し訳なくなっちゃってあのグラニフと鬼太郎のコラボのバックベアードのワイシャツを着ただけなんですけど、あんまり普段それ着てでかい、あの外に出ないからさそれを着て出ただけなんだけど、だいぶみんなになんか期待をさせてしまって、あ、なんかすげえ申し訳ねえなってなっちゃった。ごめんなさい。それだけなんです。どんなのか気になる方はインスタを見てください。ごめんなさい。なんか期待をさせてしまって申し訳ないなって思いました。あんまりね、日頃からあのワイシャツってそんな着てないんですよ。そう、結構パンチは効いてないけど、まあまあ多分すれ違った人はえって絶対なっちゃうと思うからさ。そうそう、やべ、ちょっとごめんなさい、目が乾燥するから目薬を入れさせて。今日黒いワイシャツ着てるから画面がちょっと明るい。さて、今日は何の話をしていこうかね。今日はちょっとメイクしたからね。そう、
そうね、明日は久しぶりの2公演なのでちょっと緊張します。あと2ヶ月ぶりのサムネイルです。だいぶ緊張します。今日もちょっとね、歩いて若干お疲れ気味なので脳があんまり働いてなくてごめんなさい。ダメじゃ、今日もちょっとね。なんか女性限定だけど結構やっぱもう声すごいっていう話は聞いた。私もやったことあんのかな、もう全然覚えてないからさ、まあ、ないとは思うんだけど、まあ、別にね、なんか結構あの黄色い声っていうのが特徴的なのかな、難しいけど。男性って結構まあ人にもよるけど、大体ちょっと低めの、ちょっとのぶといって言ったらなんか悪い言い方なのかもしれないんだけどっていう感じだけど、またね女性は違うから、まあ人によるけど、それは。はい。でもまあそれはそれで楽しみだなって思いますね。いやー、何の話する今日。何も思いつかない、頭が働いてない時の私が出てました、完全に今。何話そう。
肝心のところがわからない公演前に振り起こし、まあ慣れない公演とかの時は前日に自主練するけど、まあ慣れてきた公演は特にはそんなにがっつりはしないですね。なんか不安の曲とかは立ち位置見ておいたりしてやるって感じですね。はい。よし、じゃあでも今日はまだ騒げる体力があるので、じゃあ今日はあれやろ、日本全国のお土産を見ようのコーナー。今日はまだね、騒げるテンション、体力があるから1万歩ぐらい歩いたけど、まあ歩くの目的っていうよりかは、まあ用事があってそのためにちょっと歩いたよぐらいだからまだ大丈夫。その1万歩だったら大丈夫。割と歩くメインの1万2千歩はきついからね。そう。さあ今日は中四国編ですよ、多分多分って何。じゃあまずは島根から。でも私あれ稲葉の白杉だっけ、今島根って言いましたね、鳥取です、なんで間違えた。私鳥取はねマジでそのあれ稲葉の白杉で合ってるよね、なんだよね。おお、じゃらんネットでも1位はそれだわ。やっぱこれマジで美味しいもん。だったらレミちゃんちいつもいいところのくれてるんだな。いや別にいいところっていうか人気のを持ってきてるんだね。もう私レミちゃんにしかもらったことないんですよ。そうマジでこれ美味しい。あの今回のはあのエイトコンでもいただきました。何これ、内吹公園団子かな、めっちゃ美味しそう。なんかこういう三色団子っていいですよね。なんかちょっと坊ちゃん団子にも似てるけどさ、私最初なんか三色団子、坊ちゃん団子が多分初めての三色団子だったから、なんかコンビニで三色団子を食べた時になんか思った以上にツルツルもちもちだったのにびっくりしたんですよね。そう、いやこれもあんこで包むお餅だから割と似てるんだな、坊ちゃんだもん。うわ、風呂敷まんじゅうだって、美味しそう。あ、黒糖の生地なんだ。うわー、美味しそうね。あごちくわ。やべえ、お菓子じゃないけどめっちゃ美味しそう。ちくわっていいよね。豆腐ちくわ。へー、そんなのあるんだ。いや、練り製品大好きなの、私。あ、これは8等バームでいいのかい。バームクーヘンなんだ、美味しそう。バームクーヘン食べたいな。そういえばじいちろうのバームクーヘン早く食べなきゃ。どっちにしろ何個か冷凍にますけど。あ、ようか目玉親父、美味しそう。親父さんのこれは何なんだろうか。
生菓子か、絶対美味しいに決まってるもんね。あ、そう、食べ歩き用でなんかこれで SNS 載せるみたいなある、流行ってる、あの流行ってるじゃない、よく見るよ。なるほどね、はいはい。他はあるかな、砂プリン、うわ、粉末のカラメルをかけて食べる、うわー美味しそう、いいね、めっちゃ美味しそうじゃん。砂プリン、やっぱ鳥取砂丘が人気ですからね。大風呂敷でいいのかな、これこれも美味しそう。白とちもち、めっちゃ美味しそう、あんこ超たっぷり入ってるじゃん。土地の実が栗、土地の実ってなんだ、なんかお餅に練り込まれてるらしいね。あ、妖怪まんじゅう、これは欲しいね、これは欲しいよ。わ、天女の梨クーヘン、へえ、梨が入ってるんだ、すげえ。あとは結構あれだな、ちょっとおつまみ系じゃないけど、ご御在門寿司も美味しそうだな、お菓子じゃないけど。なるほど、でもやっぱ白うさぎだな、湯縄の。じゃあ次島根ですね。島根はうんたなんだけど、私の中では何かあるのかな。まあ、鳥取はね、20世紀梨でしたっけ、人気ですから、人気、有名だからね。出雲三昧でいいのかな、へえ、これも美味しそうだな。ちょっと見た目があの東雲に似てるかも。あ、これ吉田くんじゃん、これ何、あ、チョコレートパイなんだ。島根か鳥取かわからないけど、そこら辺に行きました。おい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 、吉田くんってね、あの鷹の爪の吉田くんですね。そっか、島根スーパー大使に任命されてるんや。一応島根県特産って書いとき、一応島根は鳥取の左側ですって書いとるけど、島根っ子人形焼き、あ、美味しそう。中身は、あ、カスタードクリームなんだ、めっちゃ美味しそうだな。うわ、清水羊羹めっちゃツルツル、はあ、原始巻き、カステラのような生地に上品な小豆を使用したこしあん、うわー、こんなん絶対美味しいやん。出雲駄菓子めっちゃ美味しそう、はちみつフライだって、美味しそう、食べてみたいな。土壌すくいまんじゅう、かわいいな。薄小倉でいいのか、いや、わからん、めっちゃ美味しそう。羊羹、羊羹ではないのか。秘伝の蜜に漬け込み丁寧に炊き上げた大粒の小豆の上品な甘みが特徴、めっちゃ美味しそう、めっちゃなんか透き通ってんね、なにこれ、やべ、全然知らないのいっぱい。若草っていうのかな、めっちゃ美味しそうだな。秘伝に弱い、わかる。で、秘伝が何なんかがめっちゃ気になるよねなんか秘伝とか言われるとね、惹かれちゃうよね、マジで、ついつい。美味しそうだな、この若草でいいのかしらね、美味しそう。何、源氏巻きアイスっていうのもあるらしい、気になる、かわいい。何これ、あ、源氏巻きのちょっと違うやつね、源氏巻きで合ってんのかわからん、間違ってたら本当にごめんなさい。でもお菓子自体はそんな感じなのかな。ぜんざい餅、美味しそう。あ、待って、でもこれ
え、島根、なんかちょいちょい鳥取入ってるんだけどあれあれ、ちょっと待って、ちょいちょい鳥取入っててびっくりするんだけど、人なんか生姜せんべいとかあるんだ、生姜糖とか美味しそう。あごの焼き、これも練り製品やん、美味しそう。やっぱ練り製品好きなんだよね。あ、そうそう、その顔の源氏巻き、なんかニコ、ちょっとなんかちょっと満面の笑みではないニコちゃんのあの源氏巻き、源氏巻きで合ってるのかな、間違ってたらマジでごめんなさい。でも大体そんな感じかな。うんたがねえじゃないのあ、やえ、なんかフィナンシェもあるんだ。フィナンシェって美味しいよね。じゃあそんな感じかな。次は、次岡山行くか。岡山は私きびだんごなんだよな、まず思い浮かぶのがきびだんご。あそこのきびだんごね、よくあのあれお母さんだったかな、前にたまに岡山行く時があったような気がする、気のせいかもしれないけどあったような気がして、その時に大体きびだんご買ってきてくれるんです。あの桃太郎鬼ってあって、あとおばあちゃんとか猿とか犬とかキジとかのあの包み紙のやつね、きびだんごっていうか、きびだんごって美味しいよね。きびだんごにもいろいろありますよね、種類きっと。これは大手まんじゅうでいいのか、めっちゃ美味しそう。なにこれ、薄皮の酒まんじゅう、めっちゃ美味しそう。めっちゃあんこすごいね、こしあんなんだ、すげー美味しそうだな。ヒルゼンジャージーヨーグルト、ヨーグルト、ヨーグルト私も結構食べれるようになったから気になるな。うわ、白十字のワッフルだって。ワッフルっていいよね、美味しそう。いいな、美味しそうだな。ムラスズメ、へえ。これも和菓子なのかな、和菓子でも一応あのあんこ入ってるから和菓子ではあるのかな。マスカットきびだんご美味しそう。なんかあんまマスカット、なんかきびだんご、普通のきびだんご以外食べたことないから気になるな。白桃プリンだって、清水白桃かなこれ。あ、ブランドの桃なんだ。もちろん桃のブランドであるんだ、そういうのが。美味しそうだなプリン。ちょっとお菓子以外もちょちょいと出てきましたけど、あとはなんだろう。岡山はね、なんかあの JR ん列車の駅で、新幹線でよくあの行くけど、あんまりなんかお土産って買ったことないんですよね、岡山で。そう、本当にきびだんごぐらい。あとは全然関係ないいちごのゼリーを買ったことありますね、あの駅で買って新幹線の中で食べてた。うわ、美味しそう。チーズケーキだって、美味しそうだな。ヒルゼンチーズケーキとかあるの、やだ美味しそうだわ。トマトゼリーだって、気になる。アップルクーヘンだって、え、沖縄、青森県のリンゴ三富士を丸ごとバーム生地で包んだバームクーヘンの岡山土産です。そうなんだ、でもめっちゃ美味しそういろ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 言いたいことをすげえ飲み込んじゃった気がする。三竿牧場極上のベイクドチーズケーキ、美味しそう。バームクーヘン食べたい。いや、あるんだけどバームクーヘンね。わ、かまぼこだって、薄板かまぼこ。なんか練り製品多いですね、やっぱいいね練り製品は。
じゃあ次広島行こうか。広島はね、ひり島って何広島はいろいろあるけど、まあもみじまんじゅうは当たり前として、私あのなんだっけな、メープルフィナンシェとメープルラングドシャだっけ、あれめっちゃ好きなんですよ。うん、あと広島といえばお菓子って言ったらまた違うかもけど、あの八天堂のねクリームパンってあれ広島なんだっけ、違ったらごめんなさい。でもやっぱもみじまんじゅうだよね。生もみじもありますけど、もみじまんじゅうだと私まあ粒あんが一番好きではあるけど、その次にこしあんですかね。山田屋東洋か、初めて見たな。あ、でもフローズンクリームパンとかあるんだ。クリームパンって美味しいよねあれ。あ、そう、メープルもみじフィナンシェ、これめっちゃ好きなんですよ。美味しいマジで、メープルもみじフィナンシェ。あ、生キャラメルもみじも美味しかった記憶ある、食べたことある。牡蠣のせんべい、牡蠣丸ごとせんべいだって、美味しそうだな。カタラーナもあるんだ。メープルバターサンドはなかったかも。でも絶対美味しいよね。あ、このイカ天瀬戸内レモン味ね、食べる機会をだいぶ逃してるやつはい、あとはあったかな、特にはなかった。待ってね、え、っていうかさ、マジで今日さ、なんか充電が全然持たなくて、 90% ぐらい充電したのに、なんかもう5時間ぐらいでもうダメになって 10% とかになって、ちょっとやっぱね早く出さなくちゃいけない、あれに、修理に。うわ、レモンケーキ島心食べたことあったかな、すげえ、何このメロンパン、ラグビーボールのような形したメロンパンで、ふわふわし、あ、白あんのようなカスタードクリームを包んでます。よかった、メロンパンがな、メロンが中に入ってたら私食べれなかったよ。そう、私ちょっとメロンが苦手なんです。そう、バターケーキ美味しそう、何これ、な、ん、長崎堂なんだ。この東洋館も気になるな。洋酒ケーキ、はえー、揚げもみじね、揚げもみじ美味しいよねマジで、大好き揚げもみじ。まあそんな感じかな広島は。じゃあ次山口。山口はね、全然お土産買ったことないよ。一回し修学旅行で行ったのと、あのツアーで行った時ぐらい。修学旅行も海遊館に行ったんですよ。そう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 。山口ってなんだろう、山口といえばチョルルが出てくる。チョルルだよね。月で拾った卵、美味しそう。なんかめっちゃ可愛い名前してるし美味しそうだな。いいな、美味しそう。これハギプリン亭でいいのかな。へえ、なんかこのいろいろ種類があるんだ。いちごとかな、なめら普通のやつだけど、なんかめっちゃ気になる。青いやつとかめっちゃ気になる。青いやつってなんだ。て、なめらかが定番なんだ。ちょっとホームページ見よう。もうちょっと知りたい種類を。え、ちょっとなめらかプリンめっちゃ美味しそうだな。今季節限定マンゴーなんだ。で、定番じゃない、いつもあるのが生チョコなめらか、ハギナツみかんでいいのか、抹茶と黒豆。そう、これなぎさプリンなんだ。めっちゃ美味しそう。あ、ラムネな、ラムネ風味。なんかプリンの上にすごい青いジュレがあって、それはラムネ風味なんだって。めっちゃ美味しそうじゃん。渚なんだ。
あのちょっと画像が荒くてね、あんまり見えなかったからちゃんと。そうそう、何これ、夏みかん丸漬け、めっちゃ美味しそう。そんなのあるんだ。福洗い、あーこれフグですね、美味しそうだな。舌包み美味しそう。あ、し、白のあんこなんだ、大好き私。甘露醤油バターケーキ、これはや、なんて読むんだい、調べよう。読み方は柳井でいいのね。だから柳井甘露醤油バターケーキ、美味しそう。甘露醤油が特産なんだ。どんな味、気になる。宇部ダイヤ、美味しそうだな。ちょっとプリンと、あの月で拾ったお菓子が好きだな、ちょっと好きだなんじゃない、気になるな。だそう、月で拾った卵、へえ、すげえ。あとウイローね、まあそんな感じかな。あ、瓦そば食べてみたいんですよね。お菓子じゃないけどお菓子じゃないけど気になる、瓦そば。じゃあお次、徳島行きましょう。徳島はね、私最初に徳島イベントで行った時にいただいたナルト金時饅頭がマジで好きなんですよ。マジで好き。あんまり徳島でお土産っていうお土産をそんな買ったことないかもしれない。へえ、なにこれ、ちょっと待って、ナルト金時ポテレット、めっちゃ美味しそう。サブレとスイートポテトが一体化したんだ、絶対美味しいじゃん。そんな金長饅頭合ってんのか、なんか違うような気がしてきた。金長とかじゃないよね、合ってんのか。金長饅頭、全然違った、やーべ恥ずかしいわ全部違いました、全部違った。あー美味しそう。金長饅頭ね、マンマローザ、イルローザ、マンマローザか、美味しそうだな。金ロバイ、へえ。金ロバイという花をモチーフにした一口サイズのお菓子で、ミルクあんがチョコレートでコーティングされています。あんこなんだこれ、本当に、でもめっちゃ美味しそうだな。あ、すだちゼリーね、すだちグミも食べたことあるんですよ。そう、あれも美味しかったな。竹地区はね、大好き。あともう一個ぐらい調べようかね。あ、間違えた間違えた。あ、でも私徳島はね、やっぱあの半田そうめんが大好きなんですよ。そう、徳島ラーメンも好きなんだけど、半田そうめんが美味しい。わ、フィッシュカツだって、ちょっとあのお菓子じゃないけど美味しそう。マンマローザなんか食べたような気がするし、食べてないような気がするし、なんか微妙だな。なんかあ、スイートポテトなんて絶対に美味しいに決まってんのよね。ぶどうまんじゅう、ミルクと
あんこのハーモニー、へえ、あ、ぶどうそっくりなんだ。あ、ぶどうはあの果物と、果物のぶどうとは別の意味なんですね。へえ、美味しそうだな。あ、キンちゃんヌードルね。キンちゃんヌードル食べたことないんだよな。よく CM 見るけどさ、みんなキンちゃんヌードルって知ってる？あれローカルらしいんだけど、そう、なんか誰かがキンちゃんヌードルって初めて聞いたみたいなこと言ってて、マジか、めっちゃびっくりしたんだよね。そう、まあでも食べたことないからわかんないんだけど。そう、じゃあ次香川ね。香川あんまり行かないからわかんないな。あ、でもやっぱあれだな、ゆりなちゃんがよくあの差し入れてくれる観音寺まんじゅうがマジで大好き。私はあれがもう大好き。茶のしずくめっちゃ美味しそう。あれが大好きなんだよ私は。そう、ちょっと待ってね、ここで行こう。あ、骨付き鳥ね。かまどパイだって、真ん中のくるみがアクセント。なるほど、名物かまど、キミヤンが命。美味しそう、大好きなんだよなそういうの。醤油豆、これね、さっきも見かけた、めっちゃ美味しそうだな。観音寺まんじゅうなくない？あ、瓦せんべいね。瓦せんべいも好きなんだよ。そう、観音寺まんじゅう全然出てこないんだけど、私マジであれ大好きなんだよ本当に。ルーブの焼きドーナツ、焼きドーナツ、ドーナツ、私ドーナツ大好きなの。さぬきおんまい、美味しそう。なんかそう考えるとお灸の形をしたおまんじゅう、へえ。そう思うとやっぱあんまり香川行く機会ないからな、全然観音寺まんじゅう出てこないんだけど、マジであれ大好きなんだよ。そう、全然出てこない、なかった、おかしいなおかしいなっていうのもどうかと思うけど、でもそう、瓦まんじゅう美味しかった、瓦まんじゅうじゃない、瓦せんべい美味しかったんだよな。やっぱでも香川は観音寺まんじゅうだな。カオンジまんじゅうめっちゃ推すやん。でもめっちゃ美味しいんですよ、マジで大好き、本当に好き。でもやっぱうどんが多いな。あ、でも蜜芋グラッセめっちゃ美味しそう。何これ、これで全然香川関係なかったらマジで恥ずかしいけどね。え、怖い怖い これでマジで香川関係なかったら私ほんと泣いちゃうよ。あー、香川だ。マルキン食品株式会社蜜芋グラッセがめっちゃ美味しそうだった。あ、
現在販売休止中、泣いちゃった。でも紅芋グラセならあるよ。しゃあ紅芋スイーツもあるんだ、美味しそう。それじゃあそろそろ次に行こうか。次愛媛ですね。愛媛なんで愛媛って言っちゃったの。でもまずじゃあ私が思いつくのは、まあなんだろう、もう最初にベビーポエムが出てきたんですけど、やっぱポエムはもう大好きなんですよ私。であとはまあ定番なのは一六タルトで、とあとはいい予感しかしないの、いい予感のマドレーヌでしょ。あとはポエムの渦潮パイも美味しいし、そうあの一六タルトと畑田の栗タルトもあります。で霧の森大福、あとはあの四国中央市の五島のチーズケーキでしたっけ、あれもめっちゃ美味しかったんですよ。であとは松山空港のもうそれそこまで来るとちょっと変だけど、松山空港のあのホワンティンスタジオ通ったとこにある焼きドーナツもすごい美味しいんですけど、それは置いといて、待って今すっげー頭をぐるぐる。でもあんまり坂の上の雲の食べたことないんだよな、あれはそんな食べたことない。あとはまあでもポエムだけでもいっぱいあるからさ、お菓子手作りパイもあるし、だって一六でも他にお菓子いろいろあるもん。あれミキャンタルトとダークミキャンのタルトってまだ売ってるんだっけ、やっぱ思い出せないな。あとは坊ちゃん団子ね、坊ちゃん団子好きなんだよ、めっちゃ美味しくて。そうあとあれ醤油餅もあったよね、でもあんまり醤油餅食べたことないんですよね。あ、塩バターのね、あのドライチだよね、ドライチも美味しいよね。そう、ローケンマントもあるし、あれも空港で買えますもん。あとはあのポエムのさ、卵の、私でもあれ食べたことないんだよね、卵ポエムだっけ、ちょっと名前をど忘れしました。あれ食べたことないんですよね。じゃあ、あ、でもこの前私がメールで紹介した姫の焼き入れめっちゃ美味しくて、そこはプリンがあるとすごい美味しいんですよ。そうなんかジョーマイラブでもすごい甘いの好きな方にあのプリンを差し入れしたらめっちゃ美味しいって言ってて、もう全部なんかもう一日で食べちゃったよみたいな一日ではなかったな、でも3種類ぐらい出て1日のうちに2つ食べてもう次の日でなくなってました、早かった。そう、じゃあ調べよう。あとまあこういうのって大体あと、まあ、あとなんかみきゃんのね、なんかみきゃん関連のお菓子とかきっとあるんでしょうね、あんま食べたことないんだけど。レッツゴー、坊ちゃん団子ね、うん、わかる、一六タルトわかる、あー山田屋まんじゅうね、確かに山田屋まんじゅうも結構ね人気ですよね、結構あんこすりえってやつで、ベビーポエム、やっば食べたことないやつが全然出てくる。これは道後夢菓子話でいいのか、絶対違う気がする。なんか塩チョコレートとか出てきたあー丸ごとみかん大福、そうかこれ愛媛なのか、鶴の子、これも食べたことないよ。あー出てきた出てきた、私がさっき言った、あ、そうか杏仁豆腐もなんか人気みたいに言ってたんだよな、私は姫の焼き入れしか食べたことないんだけどさ、
あ、ひぎり焼きね。ひぎり焼き、ひぎり焼きってちゃんと言えない。ひぎり焼きって美味しいよね。ひぎり焼きなんか言えない。ひぎり焼き、よし、うん。あと霧の森大福ね。あ、博多の塩入りの大福、これも美味しいんだよね。なんかちょくちょく広告で広島のもみじまんじゅう出てくるの何なの？このあー、薄摘み羊羹、でもあんま羊羹食べたことないからな。あとはどれだ？私やっぱポエムなんだよな。ポエムしか出てこん。あー、あとあれね、あのチューチューゼリーね、これもよく差し入れします。え、でもそんなもんか。本当に本当に言うとる？あ、もうお菓子以外になっちゃった。あとあの畑田の姫の月でいいのかな、姫の月もめっちゃ好きなんですよ。あれ、そう、あ、でも、ま、あれ待って、畑田のさ、ドライチのとは別にあの思い出カスタードありますよね。私結局思い出カスタード食べてない気がする。あ、そう、あの金時のサブがマジで美味しいのよ。畑田の金時のサブが、これがマジで美味しくて、じゃがいものサブでカッコカリってあるんだ。カッコカリって何？え、本当に金時サブめっちゃ美味しい。マジでこれ食べてほしい。やっべ、思い出カスタードなくない？もしかして思い出カスタード終わってる？私あれ結局食べないままだったんだけど。そう、そう、ポエム本舗の方の渦塩パイマジで美味しいんですよ。あと卵ポエムは食べたことないんだけど、はあ、待って、そ、マジ？ベビーポエム何今まだ、はあ、ブルーベリーがもうちょっとで出るよ。私ベビーポエム、あのポエム本舗の方のベビーポエムのブルーベリーとリンゴがめっちゃ好きなの。リンゴでも去年食べれなかったんだよな。マジでこの2つが大好き、私は。あとはあの後で話すね。でもそう、あのベビーポエム、このポエム本舗の方のね
渦塩パイマジで美味しいんですよね。そう、クリマンもめっちゃ美味しそう。ねねっていうこのお菓子も気になるのよ。食べたことないんだけどね、美味しそうですね。あとはポエムスイーツパークがある方のポエム、こっちはね、まあ、今宇治抹茶と桜はもうやってないかな。でアーモンドキャラメルですね、これも結構割と人気ですけど、あとは定番の味とほほえむとかもあります。でも私はね、スイーツパーク限定の焼きモンブランがめちゃめちゃ好きなんですよ、ポエムは。マジでポエムの焼きモンブランが本当に美味しいから、これは本当に食べてほしい。食べてほしいなって思います。あ、でも桜ってまだ出てるんだよね。でも今年桜一回も食べてないから食べたいんだよ。あと手作りパイも美味しかったんだよ。あとポエムはね、ベビーポエムだけじゃなくて、普通に、お、ちょっと大きめポエムもあるからさ。あとスイーツパークでは今期間限定でブルーベリーのなんだっけ、パウンドケーキだっけ、なんだっけあれが売ってるんですよ。そうで、あとはパークシューね、めっちゃパークシューが美味しかった。そう、ポエムスイーツパークっていうのがあるんですけど、ポエム作ってるところが見れる、ポエムの工場が一緒に建てられてるところなんですけど、このパークシューめっちゃ美味しくて、注文してからそのシュー生地にカスタードクリームを入れてくれるんですけど、それがそのシュー生地にもう直接クリーム入れたらもう出して、カスタードクリーム入れてから出してくれるので、マジでシュー生地がサックサクなんです。サックサク？ザックザク？もうめちゃめちゃそれが美味しいの。あ、焼きたて生ポエムもいいし、出来たてポエムもおいしいんですよ。まあそんな感じかな。じゃああとは一六もご紹介しましょう。一六も人気ですからね。一六本舗はね、昔よく私はよくシュークリームを買ってたんです。ただ最近は買ってなくて、だいぶ、私が小学生ぐらいの時がなんかマウント取ったみたいになってごめんなさい。だけど私が小学生ぐらいの時に、これは言っちゃいかんな、まあちょっと大きくてオレンジ色のパッケージ、オレンジ色だいたいオレンジを基調としたパッケージで、なんか男の子みたいな子がちょっと右端ぐらいにいた、生カスタードクリームのシュークリーム、カスタードクリームのシュークリームをよく食べてました。最近はあんまりなんだよね。そう、あとはまあ坊ちゃん団子もそうですし、マドンナ団子もね、たまにっていうかそんな食べなかったわ。でも食べるね。あ、姫短冊もあるね。でも食べたことないんだよな。絶対今のの好きなんだけどね。まあ、食わず嫌いをしておりましたね、私。今は甘夏みかんなんだね、季節限定。大体季節限定のもの売ってるんですよ、一六タルト。そう、じゃあ最後高知県行きますか。高知はね、でも高知もこの前結構ベラベラ喋っちゃったから、かんざしも美味しかったし、あとなんだっけ、でも万次郎かぼちゃのパイも美味しかったし、ジョンマンエンケルセも美味しかったし、あとなんか食べたような気がしたんだけどな、そんぐらい。でもあと高知行ったらよくミレービスケット買っちゃうんですよね。ちょっとその浜港さんだけでもいろいろ美味しいお土産いっぱいあるからさ、
ちなみにあの去年末に高知で買ったミレービスケット、まだ1個も袋開けてませんやばいよね、あんなに買ったのにまだ1個も開けてないんですよ。そうめっちゃ溜めちゃう。中でも私ミレービスケットのキャラメルがマジで大好き、美味しい本当に。なんかこのサイト何お取り寄せ四国っていうのあるんだけど、ああ芋屋金次郎ね、愛媛でも買える。でもマジで芋屋金次郎の芋けんぴ美味しいんだよね。で芋けんぴってなんで美味しいんだろうね、あんなに。なんかこの誰豊作さん合ってる、美味しそうだね。あ全然違う、大作さんだったはず、大作さんでした。美味しそうだな大作さん。大作さんはあなたどこの方、ちょっとそこまでは分かんなかった。いやこれも空海ネットもいいんだけど、ちょっとこっちで見よう。ああ間違えた、やべ、1位ミレービスケットだ。いやでもミレービスケットはマジで美味しいからね、本当に大好き。そうかんざしも美味しかったんですよ。そうそうそう、確かにこんだけやってたんだったら日本全国のお菓子食べようってなるよね。そりゃなるか。これはの野屋まんじゅうでいいのか、違うわ、野根まんじゅうだわ、恥ずかしい。野根まんじゅうも人気有名なんだ。高知はそれなりに買ったけどマジでミレービスケットしか買ってないな私、それとかんざしだ。あとさっき言ったそのまんじろうかぼちゃのパイ、他にもいろいろ気になったんだけどとりあえずそれを買ったんだよね。でも結構浜子さんのお菓子を結構買いました。めっちゃ美味しいんだよね。あ馬地村ね、馬地村の商品も美味しいんよ、ポン酢大好き馬地村の。満天の星大福、へえほうじ茶大福とかあるんだ。みやこまん美味しそう、絶対美味しいじゃんこんなん。対策さん、対策さん気になったな今回。まあ、でも高知もねそんなに行けたことないから、土佐日記は多分食べてない気がするんだよな。行きたいんですよね高知。そうでも私自分一人だとね行けないんですよ、やっぱね車じゃないとね行けない。四国はいや列車でも行けるんだけど泊まりがけになっちゃう。いや車でも泊まりがけで行った方がいいんだけど、そうマジで卵ファミリーのジュワット半熟卵カステラ、何これ、え、めっちゃ美味しそうなんだけど。なんかバームクーヘン売ってるよ、彩りアイスクーヘン美味しそう。卵ファミリー何、やばい、ジュワット半熟卵カステラめっちゃ美味しそう。クイーンズブリュレもめっちゃ美味しそうだし、ちょっと大人なシマント米粉のバームも美味しそう。何これ美味しそうなんだけど。やばい、ジュワット半熟卵カステラマジで気になる。何これめっちゃ美味しそうなんだけど。この彩りアイスクーヘンも気になるけど、うわバームクーヘン大体売ってるんだ、うわ美味しそう。このクイーンズブリュレマジで気になる。
はい、ということで、まあ今日はここら辺で終わるんですけど、ちょっと高知はこの卵ファミリーがめっちゃ気になる。浜子さんめっちゃ好きなんだけど、今回ちょっと卵ファミリーが気になりました。はい、というわけでじゃあ今日はここら辺で終わりにしたいと思います。確かになんかお土産をお取り寄せみたいなして強制的にお菓子食べるみたいな、それ大体やるとしたらお昼だな。あの夜にお菓子は食べたくないからお昼に配信しちゃうことになりそう、そんなことしたら。はい、というわけでじゃあ今日はここら辺で終わりにしたいと思いますので、じゃあランキングを読んでいきますね。13位から13位カリネコでも好きだよさん、12位川広さん、11位海指さん、10位ロミツさん、9位プレジョンさん、8位カラスの川子さん、7位大粒ちゃん、6位マモさん、5位夏目さん、4位 TKHKG さん、3位アーティーさん、2位玉国さん、1位がはやちゃんさんでした。はい、それでは今日も見てくださってありがとうございました。じゃあまた明日、おやすみなさい、またねー。